はい、皆さんこんにちは。大人のやり直し英語ストーリー、今日は初めての男性の生徒さんですね。王様、最も古い生徒さんの一人かもしれないです、今となっては。まあ、なので前回もちょっとお伝えしたんですけど、タメ口がちょいちょい入っていますが、なんか古い生徒さんはみんなもう家族みたいな感じで、私の教室では家族よりもなんかお互いよく知っているところもあったりとかね、そんな感じなんですけれども、お話の中に出てくるストアカは、当時はストリートアカデミーっていう名前で、今はストアカっていうんですけれども、単発で英語だけじゃなくって、いろいろダンスとかそのボイトレとかクッキングとかいろんな講座を取れる、そういうスキルシェアのプラットフォームみたいな感じで、で私もいつまでもそこで教えてるわけにもいかなかったんで、自分の学校の経営もありますし、ちょっと縮小し始めてはいたんですけれども、この1月は結構そちらも出しているので、もしご興味あれば見ていただければと思います。入学金とかなしにいろいろこう試せるので、あれはあれでね楽しかったんですね、結構好きだったんですけど、で王様と出会ったのもその中でやっていた朝活っていう、本当7時半とかからカフェでみんなでお話しするような、そういう割と初心者向けの英会話のクラス、グループレッスンだったんですけどもね、みんなで朝45分くらいかな話して、で皆さんが会社に行かれたら私はいろいろ添削したり仕事したりっていうね、ご存知の通り私はもう3時くらいに寝る生活なんで、7時半にどうやって新宿に行ってたのか、まあ結構遅刻もしましたけど、その間はね皆さんがお話ししてつないでたりとかしてくださって、本当はいけないんだけど、なんかそれでもいいっていう感じで皆さん来てくださっていたっていうね、でも本当に楽しくって、今グループレッスンでもう毎日いろんな科目をねやってるのは、コロナ禍になってそういったその朝活とか英語のバスツアーに参加するとか、英語のカラオケ大会をやるとか、そういった私が割と得意なこうイベントごとが一切できなくなっちゃった時に、私ね結構2週間くらいプチ打つ状態になったんですよ。2週間なんですけど2週間本当に何もやる気がなくて、なんか結構本当に今だから言いますけど、なんかもう涙が、何もしないのに涙が溢れてくるみたいな2週間があったんですね。2週間だけね、でこれいかんと思って始めたのが今のグループレッスンなんです。私も孤独だったし、みんなも皆さんからもそういう声があったから、何かオンラインでつながれて英語を勉強し続けられるものって思ったのが、それで思いついたのが今のグループレッスンなんですよね。実はそんな感じで、いろんなこうイベントとか、まあ試行錯誤しながらお勉強っぽくないものをやっていたのが、そのストアカっていうサイトでのグループレッスンだったんですね。で、王さんとはそこで知り合って、でその後日記添削コースとかいろいろコーチングプランとか取っていただいてたという感じになります。まあそんな感じで仲良しなので、最初の話がね、じゃあはい今日はインタビューですっていう感じじゃなくて、ゆるく始まっちゃってるので、ちょっとその点はご容赦ください。はい、それでは聞いてください。ケイコ、誰、前回の60代の女性の方。全然ちゃうやん、名前。はい、違う。みゆきさんやろ。みゆきさん、誰、ケイコさんって。ケイコもすごいなと思ったけど、イコニー先生と声の感じ、話し方、リズムとかよく似てる。全然わかる。理解がわかんなくなる。話してる内容以外で判断ができないぐらい似てた。やっぱりそう思ったんですか？みゆきさんがそうおっしゃって、自分と似ててわかんないと。どっちが似てるかわかんない。寄せてるのかわかんないけど。まさみさんの時もそうおっしゃってたね。顔とか、漢字とかの受け取り方、受け止め方がなんか普通と違いますよね。まあだから、玉ねぎとか許してほしいんだよね。ひどい。髪切るたんびに玉ねぎとキノコとさ、なんだっけ、あとなんか、玉ねぎとキノコと。かわいらしい。
今ちょっと疲れてるなって思うぐらいだね。ひどい。髪型？髪型が、いや、なんもこう、ピンとこない。ピンとこない髪型？なんかこう、例えよう。え、だから大丈夫。じゃあ、またね、来週とか再来週とか切った時に写真送ったら、そのインスピレーション。そう。得られるんですね。正解よ。インスピレーションで生きてきてるから、英語がインスピレーションでやってるから、なかなか伸びないって話もあるでしょうね。なるほどね。はい。いや、でも、みゆきさんの件は、鋭いなと思いましたね。私もなんか、流しながら、部屋で流しながら作業してたら、どっちかなって思ってた。けど、でも全然違います。みゆきさんの声はすごい張りがあって、ピーンって、なんかこう、張り詰めた弦のように、美しいよ。私、ただの鼻声ですもん。はい。じゃあ、大人のやり直し英語学習にお越しいただきまして、ありがとうございます。はい。なんてお呼びすればいいですか？王さんでいきましょうかね。王さんね。いつも通りね。すぐ登場するからね。王様のなんとかですってね。そうだっけ？うん。なんか日記とかに、ちゃんと承諾得てるけど、王様のなんとかですって。ございます。たまに出ますもんね。はい。王様は、いつから私の教室に通ってくださっているんでしたっけ？ジャストで覚えてないですけど、5年ぐらい前ですかねって感じです。ね、もっと古いよ。もっと古いんですか？もっと古いですよ。だって、青山の一番最初のオフィスを知ってるわけですもん。うん、あれってもう、7年とか8年前とかでしょ。7年、8年くらい、8年近く前に、ストアカでやってた朝活にいらして。最初がストアカですよね。うん、間違いないです。うん。それが、私の英語のやり直し、今回のやり直しのスタート。うん、でそう。やり直しっていうか、ほぼ初めてですよね。そうですね。勉強してこなかったのが、その前ですか、ね、義務教育以上のことはやってないですからね。で、まあ、その後は、まあね、地方に行かれたりとかもあるから、レッスンがっつりって感じではないですけど、でも唯一日記を毎日多分8年近く書いてるのは王さんしかいないです。もう習慣しちゃったんでしょ？なんか英語でアウトプット、なんか私のメッセージの延長でなんか書いて写真パッて送るみたいな、もう普通になって、ね、まあなんかその一番最初にこう、なんていうの、響いたのが言いたいことを言えるように、うん。ああ、そうだったの。に、確かにそうなりたいと思ったのがきっかけの一つではありましたね。なんかこう、文、うん、を読んだり、練習するって、うん、こういう表現したいんだけど、どう言えばいいんだろうっていうことを、まあ今日会ったこととか見たこととか感じたことを表現で、うん、たらできるんだろうってやっぱりしたくて、でそれを押してくれるのが結構面白い、あそういう言い回しなんだ、あこういうふうに言えば伝わるんだとかみたいなことは、まあきっかけの一つではありましたよね。ああなるほどね。あとはその当時お勤めだったところが新宿のど真ん中だったから、道案内もできるようになりたいなっておっしゃってましたよね。そうです。だから元々のきっかけがそっちの方が、うん、新宿のあれ何の交差点か分かんないですけど外国人の方がたくさんいて、でそこに伝えることがあったんですけど、なんかうまく説明もできないし言ってることも分からないし、まあもともと外国人恐怖症みたいなのが、まあなんとかしたいなとか、あとせっかく日本に来てくれてる人に対して道案内とか、まあ日本に来てよみたいなことを感じてもらえたらいいな、まあ、せっかく新宿にいるからも含めて、まあ、きっかけでちょうど朝活みたいなのがちょっと面白そうだなと思ってで知ったら先生のなんていうのレッスンっていうかカフェでね、こんなのがあるんだと思って行ってみたのが、きっかけ、まあ、そこのカフェのなんだっけな、食べ物とか飲み物も美味しかったとか雰囲気がなんか夏はみんな朝からなんかコーヒーフロート飲んじゃったりとか、メンバーも良かったですよね。っていうかストアカ本当不思議で、なんかいらっしゃる方
皆さんいい方で、今でも来てくださってる方多いですし、あの朝活も4人くらいで、ね、和気あいあいとやってる。うん、なんかその雰囲気も好きでしたね、確かに。ね、そうですね。メンバーにも恵まれたということでしょうかね。やっぱりあれ、なんか朝から勉強する人はね、結構若い人の女性が多かったなっていう感じは確かにね。ほら、美容師さんね、その後海外に暮らしてましたけど、美容師さんなんて武蔵小杉から朝新宿に来て、わざわざ朝活のために7時半くらいにいらして、それから武蔵小杉に帰って美容室でとかヨガの先生とかで勤務されてましたもんね。びっくりした。全然、だって、職場に近い方でも何でもないんだもん。わざわざ、武蔵小から新宿に来て帰ったりして。先生、ゆこに先生目当てでやっぱり来てたっていうことか。違うんじゃないとか言って。いや、なんか、いや、なんかつい朝活ってなんとなく朝、職場の近くでやるから効率よくみたいなのが、なんとなくしっくりきたけど。ああ、っていうのはその後もね、レッスンは続けてくださってて、でもほら、うん、すごい、何、向上心が高いから、その後もいろんな資格勉強されたりとかしていて、今ちょっと。行動力がありますよね、彼女は。すごい芯が強くてね、ね、ほわっとしてるけど、だからまあ、ちょっと今は数ヶ月お休みされてますけど、でもやっぱり同じくらい長く続けてくださってて、じゃあ私、なのかな。ん？じゃあ私のことが好きなのかなとか言って続けてはくれてる。うん。でもやっぱりメンバーじゃないかな。それ以外の理由が見つからないって感じですかね。うんうん。ねえ。ああ。で、それで、あ、そうそう。で、王さんは道案内したいっておっしゃってたんだけど、ね、まっすぐ行って右に曲がって左に曲がってじゃなくて、もう around there で、見えないけど、そこ、その辺の裏みたいな表現をしたら、なんかそういうのがハマってたのは覚えてます、私。そういうのを知りたかったみたいな。そうですね。まあ、変えることが何回かあったんですよね。うん、うん。で、案内が、なんかこう、一番わかりやすい。うん。外国人の案内かな、みたいな。うん、うん。どこ行きたい、ここ行きたいっていうのはせめて。うん。ロングディスストリートみたいなことを言えるようになったら、まあ、もう私では最初のゴールでは、うん、ゴール設定はそこ。うんうんうん。そうですよね。あと、うん、プロント05店で外国の方と、近い席だった時に、目の合わせ方と反らし方と、声のかけるタイミングとさ、いろいろシミュレーションしてみたけど、一回もそれはやんなかったかね。一回くらいやりましたっけ？実践。やってないですね、その話を。うん。ね。でもなんか落とし物した人をなんか交番に連れてったり、落とし物じゃないか。Airbnb みたいのに行こうとして。うん、ホテルが見つからないって言って。何もなって。うん。を、最後、地下の交番まで連れて行った。ね、連れて行ったってましたよね。うん。まあ、入ってなかったら多分怖くてできないでしょうね。そうですよね。うん、すごいじゃないですか。すごい。だから外国人教育はもう ほぼないと思いますね。うん。思いますね。ね。あとは、次に成長を感じたのは、まあ、松崎ゆうきさんの発音ワークショップに行った時に、うちの生徒がこっち肩に7人くらいいて、向こう側にハリウッドを目指す俳優が20代のすでに英語が結構できる人が6、7人いたときに、うちの生徒はみんな頑張って、英語でセリフ読みましたよね。覚えてます？年齢層もこっちはちょっと高いの。で、向こうはみんな20代で、アメリカに住んでましたみたいな、ハリウッド行きたいですみたいな人がなぜか同じ回になっちゃって。もう一番インパクトが残ってるのはお母さんとの出会いですかね。うちのお母さんですか？出会い、話してないでしょ、そんなに。話してないですよ、もう。うん、似てる今思い出せば全然似てると思ってない。似てると思わなかったかな。ああ、よかった、よかったっていうか、似てないです。うん。残ってるのはね、バス、ハトバスツアーの、うん。
東京タワーとか行ったやつですよね。うん、そうです、そうです。うん、でそのメンバーじゃないけども、お客さん来なくて、うん、didn't show up っていうのを。あ、didn't show up? そうそう、それで覚えたとかね。ああ。現れませんだみたいな。あ、no show とか、she didn't show up とか。No show, wait, didn't show up みたいなこと。didn't show up? おぉ。体験と紐づいて。そうそう、そうですね。うんうん、なるほど。あとは英検ね。英検はどっからスタートしたかね。3級でしたっけ、スタートは。3級、準2級、2級ってポンポンと行きましたよね。どっち3級やったんだっけな。さすがに4は受けてないと思います。うん。そうですね。3級。保育っていうのも、その7、うん、に出会ってから初めて聞いて、うん、あ、うんだなって、で、自分どのくらいだろうなとか、うん、まあ、そういうのを含めてやってみて、うん、まあ、自分の力を確認しながら、うん、まあ、苦労したなっていう思いでしかないですけど。トイック嫌いですよね。330とかだったと思うんですよね。どうでしたっけ、うん、何回か受けて、しばらく毎月受けてたんですけど、あ、そうでしたっけ。結局430が最高って感じだったかな。で、まあ、英検も、まあ、2級までは、受かったって感じですね。2級のレベルは多分ないと思うんで、準2級ぐらいかなって感じですけどね。うん、いや、2級も実力はあると思いますけど、うん。まあ、何ですか、仕事で使うわけではないので、うん、まあ、そこまでのこう、うん、なんていうの、切迫した感じがないっていうのは私の伸びないところの理由だとは思いますけど、うん、あ、でも楽しめてるって意味では、うん、楽しいですね、英語学が、まあ、だんだんこう聞こえてくるようになる、うん、うん、なんていうの、語彙が増えてくるとか。うん。でも英語日記は本当に、ね、毎日何かしら書かれてるからさすがで、言いたいこと多分一番言えてると思う、私は。ちょっとこう、フォーマットみたいになってきてるところが、ね、あれですけど、まあ、これがいい、伝わってくると、うん、まあ、嬉しいですよね。うん。で、今はね、書いた日記をこう読んでみるっていうのもやって、声に出して読んで送るっていうのをやってみられて、うん、それもだいぶというか、ある日突然なんか、おおっていう時ありましたよね。お互い、私も王さんも、なんか上手くなったんじゃないっていう日が突然ありましたよね。そうですね。では、不思議ですね。うん、面白いなって思いましたね。うん、ある日突然やってくるんですよ。それを実感したくていろんな言語を私は勉強してて、で、あ、またじゃあ韓国をやってみようとかやったり、手話はもちろんそこまで行ってないですけど、なんかね、コツコツやってて、でもなんとなく外国語っていう感じはずっとあるんだけど、ある時、あ、なんか近くなったっていう距離がね、うん、外国語なんだけど、ちょっとどっちかから歩み寄った感じがある時が、あるんですよ。だから新しい言語やるのを多分やめられないですよね、うん、みんな。一つやると二つ目、三つ目ってね、結構多言語を同時に勉強してる人がいて、はたから見たらなんか、はって、ただの物好きみたいに思うだろうけど、その瞬間をね、うん、また実感したいっていうのはありますよ。ね、その感覚は、なったことはないですけどね。でもね、英語は最近ね、うん、あとなんかクリスマスに突然歌歌って送ってきてたけど何や突然なんか発音チェックだと思って開いたら歌だったんですけど歌いたくなったんですか。まあよくあるじゃん、歌を歌うとこうリンキングっていうんですか、つながってるのがあるようになるとか、うん、だから、でも、今回の、なんだっけ、ホワイトクリスマス、主権なんだっけ、なんだっけ、
あれを送る。So this Christmas のタイトルは何だろう。なんだっけ。And what have you done? Another year over and a new one just begun. So this is Christmas. え、なんだろう。ビートルズのね。ビートルズって言われるジョン・レノンの。うん、あの出だしのところからやってください。ハッピークリスマスでしたっけ？ハッピークリスマスだ。うん。ハッピークリスマスよ、カプテン。で、あなたもなんかこう、歌詞と絡めてこう調べたりすると、結構、うん、ね、今のウクライナ侵攻とも重なって、うん。なんていうの、うん。うん、考えさせられるなみたいなのもあって、うんうん、でもやっぱフレーズとか、なんか曲もやっぱりよく知ってるっていうか聞いたことあったし、うん、好き、うん、うん、どうやって歌うの？まあ前もなんか別の歌でも、シングです、カーペンターズのシング、ああそういうのもやったりして、あとあれ、The Dream Believer Someday、ふん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 っていうのすごい歌ってたよ。どうだ、それ私じゃないですか。うん、すごい歌ってましたよ。うん。あと、まあ、私がストアカでカラオケ講座みたいなのもやってましたもんね。そうですね。カラオケ講座とかもやってましたもん、ね。よかったですね。まあ、うん、まあ、上手じゃないけど、その、ね、勉強の、何、英語学習にはなんかヒントになるんじゃないかなって、ちょっとずつつまん。うん。ないようにしてるみたいなところはあるかもしれないですね。うん。息はなんとなく習慣がついてるところはあるかもしれない。うんうん、他のことはなかなか続かなくて、単語を覚え、うん、発音の話とか、英字新聞読むとか、まあいろいろこう引き出しを出してくれるんですけど、なかなか。開いてもらえない。そうそう。日本史一回だけ来てた。英語の方が日本語より分かりやすいという気づきがありましたって言ったままだった。確かに気づきはいつもあるんですけど、うん、そこから続かないんですね。秋っぽいのもあって。まあ、野球のね、子供野球の監督とゴルフとが出てきてから英語の優先順位が下がったねって思ってますけど、しょうがないわと思って。おりますよ。ゴルフはハマったままですね。なかなか抜けないね。そうですね。でもピークは過ぎた感じですね。去年、一昨年がピークだったですね。ああ、だってなんか年間60何回行くことを目指してたじゃないですか。そうですね。まあ一昨年、はい、去年が60回ですから。うん。まあ去年何同じですけど、続けてれば、さっきみたいにピュッてちょっと上がるときがあるんですよ。で、またブッと言って、またピュッて上がるみたいな。あ、似たようなところ、まあ野球、子供の野球に関しても、続けて、選手はピュッとどっかで上がるのを、みたいな、そんな目線を、ね。なんか格闘技やられてた、プロでね、やられてた生徒さんが、やっぱりこう、階段が、長いっていうの、一つの階段がなかなか次のステップにならない気することがあるけど、でも必ず次のステップっていうのはあるっていうことをおっしゃってて、でいいことをおっしゃってるなと思って、それをじゃあラジオでお願いしますって言ったら、その話忘れたんだけど、二人ともそんな感じあります？階段が長いなっていう思うこと、何につけても英語だけじゃなくて何でもそうじゃないかなと思いますけどね。うん、なんか私そういう感じがなくて、なんか上がるもんだとも思ってないし、目指してもいないから、実は。あんまりないんですよね、そういう上がらない苦しいみたいのが。もともと期待してないところが自分はあるかもしれないですね。なるほど。先のことほら考えてないじゃないですか、その日暮らし。今やりたい、今すぐやりたいっていうのしかないから、そういう意味ではあまり辛いことがないんですよね。うん、でも普通はね、やっぱりこのくらいやったらこれくらいいくんじゃないかとか思うし、そういう情報も入ってくるから期待するのかな。同じように英語学習に私もゴール設定は特にしてないんですけど、うん、好きとか面白いとか趣味の延長みたいな、うんうん、
なので、ここまでに何かを取らないといけないっていう、こう、受験みたいな学習でないから、ずっとなだらかにこう、趣味として続けてるみたいな感覚のところを、まあ、書けるようになると、楽しいは楽しい。もう、この、何ですか、いっぱい、こう、今は何ですか。おー、すごい。何ですか、それ。この間から、何でしたっけ、あの、本をずっと、模写してる。ね。うん。写経、ワンダーの。ワンダー、写経って言うんですか。本を、写経って正しい方じゃないけど、あの、写してるんですね。2枚までは来たんだけど、1枚ぐらいを目安に、みたいな。そうすると、なんか、また気づきがないかなと思って、なんか没頭して書くとかっていうのは嫌いじゃないので。あ、そうですね。大前提、文字を書くのは好きですもんね。文字とか、そうですね。ね。あ、好き。そうですね。あと朝ですよね。朝の時間にお仕事のほら今日の計画みたいのも朝書く習慣だって思ってたんですけど、英語もやっぱりその朝が一番はかどる？はかどるというか、夜の計算ができないので朝しか計算ないっていうことだけなんですよ。ああ、なるほど。残業とかで遅くなったり、まあ、いろいろやることがあったり。やること、まあ、その、乗る乗らないみたいな、なんか、ルーティーンの中に入れたいっていうみたいな、朝しかない。朝活もそうだったですけど、今日は、ことしたいとか、いわゆる、その、なんだっけ、誘惑がいろいろ来るわけですよね。その誘惑は朝なので、まあ、50代なんで朝が早くなってきてるみたいな、夜が早くて朝早く起きるみたいな生活習慣で、まあ朝を使うべき時間だなと思ってはいますけど。ああ、野球やってたから朝強い人だと思ってたけど違う、ただ50代だからですか。確か選べ、朝を選ばないと続かないみたいなのが正解でしょうかね。なるほど。最近どっちかっていうと、ちょっと話が出てますけど、映画を見たりとか、まあ、朝、ワールドニュースは英語でやってない、喋ってないけど、まあ、ポッドキャストとかで英語でやってる、聞いたりすると、聞く方が今度はこう先行して入ってくるようになるというか、理解ができるものがこう増えてきたみたいな実感がある感じですね。ああ。すごい。ゴーゴー英語会。ああ、なんかありますね。ちょっと途切れてる。ゴーゴー英会話？英語会話っていう。日本語と英語でこう、会話するのを聞くみたいな。ああ、そうなんですね。うん。それが結構、まあ、好きで聞いて。で、片っぽは日本人が日本語で喋って、両方とも、日本人も英語できるし、外国人も日本語ができるので、だから半分こう流し聞きみたいなのでも、面白く聞いたりするのを聞いてるんで、入ってくる、てか理解できる量が増えてきたっていう実感はありますね。そうなんですね。いつの間にそんなこともされて。なるほど。今だからデュアリンゴでしたっけ、この間。デュオリンゴ？あれもゲームでやって。ああ。今、30何日みたいな。うまくね。だからちょっと、だから毎日英語に触れるみたいなのはあれで、何かしらの人みたいなのはありますけど、まあ何に結びついてるかは、よくわかんないみたいな。意外とじゃあ、なんか何かしらやっぱりやられてるんですね。日記プラスなんか、なんか、キャストとか、その、デュオリンゴとかなんか、そうですね。やってみてるんですね。そうなんです。わかりました。ちょっと JTA が始まっちゃうから、なんか前半っていう感じで一回区切ってもいいし。はい。お任せします。一回区切ってみて、またやって、またお知らせしますね。はい。確認して。はい。
はい、ありがとうございました。